どうも、クーリンです。本日は品川区民大会決勝戦の様子をお伝えいたします。今日のお相手は2021年天皇賜杯で全国2位に輝いたキャプティさん。過去には1勝5敗と大きく負け越しているクーリンズ。今回は区民大会ということで、勝っても負けてもこの試合で終わり。1番はレフトイカイダー。キャプティの先発投手は小曽根投手。長身から投げ下ろすまっすぐとフォークボールが特徴の投手です。追い込まれたイカイダー、最後は逆方向に流し打ち、ライト前ヒットで出塁を勝ち取ります。2番はクーニン。クーニンはバントの代わりに進塁打。イカイダ2塁に進んでワンアウト2塁の形ができます。3番はクーニンズ首位打者の関口、打率は3割8分を超えます。その関口も簡単に追い込まれ、空振り三振。首位打者関口抑えられました。ツーアウト二塁と変わり、4番、今季クーニンズで13ホーマーを放っている小野寺。その小野寺も追い込まれました。最後は三振。クーニンズクリーンナップが連続三振で得点ならず。対するクーニンズの先発ピッチャーは御年39歳の中洲。全国制覇4度を経験する男は巧みな投球術でキャプティさん打線を抑えていきます。先頭バッターをファーストフライに打ち取った中洲。続くバッターボール先行となります。ワンストライクスリーボール。中洲ここで取りました。フルカウントとします。三振、出塁を許しません。続く3番バッター山本選手もファーストゴロ。中洲初回を3人で切ります。2回のクーニンズの攻撃、先頭バッターはセンターを守ります。5番川上。川上はワンストライクツーボール、バッティングカウントとし、レフトに打ちました。これがツーベースヒットとなる。川上先頭バッターが出塁しました。6番は大貫、バントの構え、なかなか遅れず、最後は進塁打を打ちたいところ。三振でランナーを進めることができませんでした。ワンアウト二塁。7番は圭介、ここ最近は変化球に手を出し三振する場面が増えています。圭介スランプからなかなか抜け出せず、三振でツーアウト。8番はキャッチャーを守りますゴリポン、この日は緑川が不在。ゴリポンも三振、しかしこれが振り逃げとなります。クーニンズラッキーな形でチャンス拡大。ツーアウトながら1、3塁のチャンスを作ります。9番はチャンスに強いリオ、大舞台丸のリオでしたが、ここはあえなく三振。クーニンズなんとこの回4三振、初回から合わせて2回6奪三振を奪われる。対して中洲の投球、先頭バッター初球打ち、レフトフライ。
二階田掴んでワンアウト。続くバッターも追い込み三振。ツーアウトランナーなし、左バッターの森選手を迎える。逆方向に打ちました。スピンのかかった打球、空中で曲がりました。イカイダー取れずに打球が点々とする。これは長打コース。森選手二塁を回って三塁に。イカイダーにミスが飛び出し、ツーアウトながら三塁。ピンチを迎えた中洲。最後はキャッチャーフライ、味方のミスをカバーしました。3回、キャプティさんは2番手投手が出てきます。右の速球派八幡投手、球速は140キロを優に超え、スピードガン以上に速く見えます。その投手に対して1番バッター井階田、2回り目ピッチャーフライ、完全に打ち取られました。ワンアウトランナーなしで2番クーニン。クーニンにも速い球、低めも伸びてきます。非常に低めが吹いてきます。そんな中、クーニンがフォアボールを勝ち取り、ワンアウトから出塁します。3番首位打者関口、関口も詰まりましたが逆方向、飛んだところが面白い。外野は深めでした。ポテンヒットの間にクーニン二塁を回って三塁に。関口のヒットでワンアウトランナー一三塁。大チャンスで小野寺、小野寺は速い球が得意。しかし追い込まれ三振。小野寺この日は2三振。ツーアウトで迎えたバッターは川上、先ほどはレフトにツーベースヒット。ここも引っ張りました。まっすぐに合わせていた川上、そこに変化球がやってきてうまく対応しました。この試合クーニンズが先制点を挙げます。点を取ってもらった次のイニング、中洲の先頭バッター、センターに飛んだ打球、これがヒットとなる。ランナーが二塁に進む。タッチアウト。中継プレーで封殺しました。大きなアウトを取った中洲。続く9番バッターに対し三振を奪い2アウト。ここも打ち上げさせる。ショートフライでチェンジ。3イニングを無失点に抑えます。そして4回クーニンズの攻撃、先頭バッター圭介三振に倒れワンアウト。8番はキャッチャーゴリポン、先ほどは振り逃げとなっていますが、ここはフォアボールで出塁。チャンス拡大でリオ、リオも速い球が好き。ライトに飛んだ、フラフラっと上がった打球、これがヒットとなり弾んだ打球、ライトがそらす間にゴリポン突っ込んだ。気迫のヘッドスライディングで帰ってきました。決して足が速くないゴリポンですが、決死の走塁で2点目ゲット。さらに迎えた井階田、その初球まっすぐを完璧に捉えました。センター方向に打球がぐんぐんと伸び、センター最深部へ。リオが帰ってきます。井階田のタイムリースリーベースヒットで3点目をゲットしたクーニンズ。
おせおせムードの中迎えた2番バッター、クーニン。その初球外れてボール。2球目ここも外れました。これを見てクーニン、3球目エンドランのサインを出します。勝負の1球、引っ張ったクーニン、エンドラン成功で碇田が帰ってくる。結果クーニンのレフト前ヒットで4点目を挙げました。しかしこのままでは終わらないのがキャプティさん。後半怒涛の展開、後半に続く。